はい、じゃあ今から超簡単な、炭の起こし方ですね。カセットコンロの上に、焼き網の上にこれは炭です。後で写真見てもらえばわかると思いますが、それを乗っけて、で、ファイヤー。まあ誰でもこれで想像はつくと思いますが、これで火をつければあっという間に炭に火がつきます。難しい火起こしのコツなんてものは、正直な話、何にも必要ありません。こうやって火を起こせばいいだけです。で、これで起こした火をこちらの陶器に入れて、のり箱に入れればいいだけになります。こんな感じで火を起こしていきます。着火剤なんか何にも必要ないんですね。うちわも何にも必要ありません。こうやって火箸が一つあって、どこの家庭にもあるこのコンロが、カセットコンロが一つあれば、こうやって炭火を起こすことができます。はい、以上です。